こんにちは。読書の秋と言いますが、ちょうど今週から読書週間です。私も秋の夜長に読書を楽しんでいます。皆さんもこの時期お気に入りの一冊を見つけてみてはいかがですか。では最初の話題です。10月12日から19日まで区内各所と区に隣接している神楽坂で、文豪たちが愛した町、神楽坂文教文豪祭りが開催されました。夏目漱石、森鴎外、樋口一葉、尾崎紅葉、泉鏡花など多くの文豪たちが生き、数多くの作品を生み出した町、神楽坂と文京区。文豪祭りは文豪たちが愛した町の魅力の再発見と、今なお息づく当時の風情を体験できるイベントとして、神楽坂と文京区の両エリアが合同で開催しました。高らかな木遣りの歌声とともに始まったのは文豪仮装パレード。神楽坂や文京区ゆかりの文豪や文豪らによる作品の登場人物に仮装した人たちが、赤城神社から神楽坂坂下の間を練り歩きました。中には人力車に乗った文豪も登場し、見物客たちを楽しませていました。夜になると商店街の店先などで灯籠が灯され、祭りの夜を趣深く彩っていました。また19日には神楽坂文京商店街スポーツラリーと題したアトラクションも開催されました。文豪とスポーツはあまりつながりを感じないかもしれませんが、正岡子規は野球、太宰治はサッカー、夏目漱石はウォーキングというように、文豪が愛したスポーツをテーマにして、各会場で大人から子どもまでスポーツゲームに挑戦していました。その他にも街歩きや宝探しなども行われ、読書やスポーツなど秋を満喫できた文豪祭り、訪れた方たちは大いに楽しんでいました。この文豪祭りの模様はご覧のクミンチャンネルの番組 Be Happy で現在放送しています。私と岩佐キャスターが文豪祭りの魅力を存分にお伝えしています。ぜひご覧ください。放送日時はご覧の通りです。では次の話題です。10月18日と19日に根津神社をメイン会場として第16回根津千駄木下町祭りが開催されました。ただいまより第16回根津千駄木下町祭りのオープニングセレモニーを開催いたします。はじめにテープカットを行います。3関係者のテープカットに続いて、千駄木幼稚園の子どもたちによるくす玉割り、潮見小学校鼓笛隊による演奏により下町祭りがスタートしました。第16回の下町祭りがこのように晴天のもと盛大に開催されること、心より喜びを申し上げたいと存じます。昨年悪天候の時が入場者数4万5000人だそうです。その前年、いいお天気だったんですけど、9万5000人の方が訪れていただいたということで、今年は10万人になると予想を勝手に出しております。皆様方と共にですね、この2日間この地域の良さを区内外の大勢の皆さんたちに知っていただければと思います。表参道口の物産展コーナーには森鴎外生誕の地、島根県津和野町のブースをはじめ、
再生復活東北のサブテーマのもと、福島県会津美里町や宮城県石巻市のほか、山形県小国町などからもブースが出展され、地域ならではの特産品が所狭しと並べられていました。地域の人たちのお店が広がる縁日広場は、朝から多くの人が訪れていました。こちらは根津の権現汁、美味しそうですね。会場には日本の文化を楽しむ外国の方の姿もありました。また区内にある大学の学生たちもブースを出して、若い力で祭りを盛り上げていました。ふれあい広場では区内の学校などによる演奏が披露されました。秋空の下、爽やかな音色が響き渡り、祭りに花を添えていました。下町祭りが開催された2日間は絶好の祭り日和となり、メイン会場の根津神社をはじめ8つのサブ会場にも多くの方が来場し、大変にぎわっていました。続いては芸術の秋に関する話題です。秋を彩る恒例の文京区秋の文化祭は、華道展、書道展と続き、10月21日から26日は洋画展が開催されました。今回で65回目となる洋画展、今年度は一般作品と審査員等作品合わせて117点が出品されました。文京美術会の方に絵画鑑賞のポイントについてお話を伺いました。絵は方程式ではなくて、やっぱり自由に見ていただくということ、それにはどうしたらいいかということは理屈じゃなくて、自分が好きなと思うのを重点的に見ていただくと、そのうちにあ、こういう描き方もあるんだとか、それからそういう中から違った絵も理解できるような、だから一番最初はもう理屈抜きに、なんせ自分が好きだと思う絵を見ていただいた方がいいかと思います。一般作品から真中房子さんのザクロが区長賞を受賞しました。その他にも菅原渉さんのさまよえる霊魂が文京美術会賞、清水博子さんの晩夏が奈良岡正夫賞、鎌田明宏さんのスペイン巡礼が小木太郎賞を受賞しました。日頃から絵画に取り組んでいる区民の皆さんの作品を真剣な眼差しで鑑賞されている方がたくさんいらっしゃいました。芸術文化の普及と文化活動の一層の促進を目的とした文京区秋の文化祭、秋の風物詩として区民の皆さんにもすっかり定着しているようです。洋画展に続いて日本画展が11月1日土曜日から6日木曜日まで開催されます。会場は同じくシビックセンター1階のギャラリーシビックとアートサロンです。皆さんぜひお越しください。海の都ウィークリーニュース、それではまた。